画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日は、フレディ、リワークされた後のフレディですねを使ってプレイしていきたいと思います。で今回はアドオンでドリームパレットに変えるものを持ってきていないので、通常のドリームスネアですね、足を遅くさせるという、罠を踏むと生存者の足がね一定時間遅くなるっていう、そういった、能力ですね、を持ってやってまいりました。パレットも面白いけどね。トンプソンハウス、イタグルポイントが多いんで、このドリームスネアの能力結構役立つんじゃないかな。で今回、赤いペイントブラシというアドオンもね持ってきております。こういうところとかね。でドリームスネアね、さっき一回やったんですけど、設置するの意外と難しいんですよね。なんか思った通りの場所に設置することが難しい。赤いペイントブラシというアドオンはですね、もう初めから生存者が寝ていると、でスキルチェックの店で起きることはないっていうアドオンですね。だから最初みんな夢から覚めに行くんじゃないかな。置いとこう。こうやって、ね、思い通りの場所に置くのって意外と難しいんですよね。これ夢から覚めたオブセッション、オブセッションの人が夢から覚めましたね。これあれですよね、私からその目覚まし時計が見れないのって結構厄介ですよね。ピッグみたいにジグソーボックス見ることができれば、非常にね、そこで待ち構えることによって生存者倒すことができたんでしょうが、やってないね誰も。まず時計かな、まず時計見に行ってんの。いや、あそこ見に行ったっけ。ああ、やってる。離れたか。あ、いた。足跡。いた。当たんのあれ。ああ、いいね。よく見てる。うん、よく見てはる。え?どこ行った?ここ?違うよね。音聞こえなかったもん。あ、ローリー隠密うまい。ローリーの隠密がうまいな。ちょ、ここ?やってんね。うわー、なんか、ここの2つめっちゃ進んでるやん。止めたい。いた。ミンかな。女ですよ。女子。どこ行った?ちょっと待ってください。このドリームスネアのね、練習はほとんどやってない。一回やった感じ。一回レディーでやって、まあ一人自殺、一人メメント。一人切断、一人ハッチみたいなね。なんかもう、ああ、スプバー、待って、置いときゃ一発で、まあもういざという時にはもう血の番人ですから。いざという時の血の番人がありますからね、ノーワンと。よいしょ。早い、ペースがあまりにも早すぎる。まあ破滅持ってないからなんだけども。破滅持ってないし、だと夢からさ、夢の中の生存者1人につき、行動速度がね遅くなるっていう
そういったパークじゃない、アドワンも持ってきているんですが、お、救助ローリー倒してメメントしましょう。せっかくウルトラメメント持ってきてるんで、ね、スプリントバースト、あれスマ着じゃないですからね、これ。はいよ、さあまだ間に合う、まだ間に合う。あ、あら、あれ私、あ、やばいやばいやばい。ああ、よかったよかった。ローリーだから絶対ストライクだと思った。メメント持ってきてるよね。メメントしまーす。ふぅ。よいしょ。これでね。これで、遅延パークがなくても、なんとかなるんじゃない？まだ。まだどうにかなりそうな気はする。あー、ここつけられたの痛いな。やってないね。ずっと牽制しとこう。飛びまーす。いた。あー惜しい。一発。さあ眠りについたね。眠りにつくとね、若干索敵が楽になる。ん？どこ行った？よいしょ。ていうか誰もまだ踏んでくれないんだけど、悲しいから置いとこ。おん、こっちにいそうだね。まだ踏んでない。意外とね見えるんですよね、意外とね。いやでも一応固まってるっていうほどのもんでもないけど、そこまで遠くはないのか、発電機自体は。やってんな。やってないわ。難しいねこれ、置くのが。罠の設置場所と、設置の仕方がね結構めんどくさい。こうやって動いてるとね、動いちゃうんでね。あの、罠置く場所も。ん？いたな。間に合う。夢の落ちたねー。もう一人いる。ミンでいっか、じゃあ。しなやか。んだけど、あれね足遅くなってるんですよ。しかし、渇望を貯めたい。あー長い方だ。これはあんまりよろしい傾向ではない。あ、逃げられたか。巻かれてしまった。うん、あんまり良くなかったね追い方が。板に突っ込めばよかった。
こんなところに飛んじゃった。近いのに、飛ぶ必要なんてないのに。でもしかし、お家の方に固まってるんで、割と発電機がね、お家側に。今いたやろ絶対。あー、踏まれてしまったか。まあ、ここら辺置いとくか。いる。よし、追うぞ。あ、どんなところ設置してんだって話だけども。愚直に追いますか。愚直に追うとは一体何なのかって。やばい。あ、そっち逃げるね。やっぱりね、飛ぶ。そう来る。いやー、追い方間違えたな。こうだね。これ間に合っちゃうよ。間に合っちゃったね。拾って、そこ。発電機の塊ぐらい、はどう？どうかな？あ、救われた。早い。早いけど、これだと、あれだよね。さすがに。どっち逃げた？これだとね、さすがに、ボロ体は発動しないかな。いた。いるね。一発。このネア、あ、お伏せか。こやつがお伏せ。なので、やっときたいんだが、私まだハッチの場所を知らないんですよね、今回ね。牽制しとけばよかったな。牽制。牽制だけ入れときましょう。で、ここ止めに入る。で、ネアとミンは、1釣りずつなんで、わあ、やってる。しまった。ネア、先に抹殺したいね。こうなると。ネアかミン。では、最後ワンチャンノーワンにかけるって感じかな。トーテム、残ってないかな。上いるってことはスマ着ですね。多分。あれ？ミンだった。あ、違う。ここら辺、ここら辺。あ、でも板倒してくれた。ここよ、ここ。何度でも、渇望溜まりきるまで。あ、さすがに逃げるか。じゃあ次こっち。でね、ようやくドリームスネアの本当の威力が発揮できましたね。はい、背中刺します。かわいい女め。このタイミングでここに牽制を入れる理由はないか。向こうをですね、守るとしたら。ちょっと待って、ハッチの場所を知りたい。うわ、けっちょちょくちょく進んでんな。発電機のね、この巡回能力結構便利ですよね。ありがたい。何をした？
走って越えた、誰だ？君は誰？ケイト、ようやく見つけることができた、君のこと。できればね、非常口の場所おじさんには教えてくれない。カラスも鳴いてるから、ほら外で。カーカーってカーカーってね。あったありがとう。あ、どこ行った？最近見失いがちなんですよね、生存者。コーン畑、特にコーン。いたわ。まさか、やっぱフェイントだと思ったんでしょうね。夢の中落としときましょう。これで結構遅延になるんでね。離れたでしょう。離れてない。逆を突かれた。あー、やってしまったかも。今の取り逃がしたみたいな。こっちだ。ここらへん。おう、ほら追いついちゃうよ。あ、いいよ。メメントするよりも。あれ、あそこのフック釣りたいな。あそこの近くだ。あ、こっちか。ここら辺だったよね、確かね。はい。お、え、はい。さあ、ネア、あとはあなただけです。ここ設置してなかったっけ。はい、スマチャク。いいね、スマート。ストライクあるし、ハッチもケイトの方が近いんで。いやー、スネアがね、一回決まったね、ミン相手に。うん、いた。釣りまーす。よいしょ。いやー、さっきはね、ハッチ逃げを許してしまったんで、ちょっとね、解放あると嫌だな。あー、持ってそう。持ってそうな雰囲気醸し出してるけども、ちょっと半分切ったね、半分を。ん、え、お、あ、いた。ちょっと板破壊しときましょう。で、もう60秒経ったよね。さあ、丘上持って行ってメメント盛りしましょうか。いや、メメント盛りするんかいって話ですけども。はい、スネアの上でメメント盛り。待ちなさい。はい、背中をギュッとね、刺しちゃいます。というわけで、あまり使えたかどうかは分かりませんが、ドリームスネアいかがでしょうか。いや、結構ね、置くのが難しい、やっぱり。ここら辺。今ね、メメントモリ使ったら、まあこんなもんですね。ウルメメ使ったら。うん、ウルメメ使うとね、あまり米粒もらえないっていう感じなんですけど。まあ今回ね、この、最初にドリームワールドから開始するってやつと、スキルチェックをミスっても起きることができない。で、そして、一人ごとに遅延ですね。ドリームワールド一人ごとに遅延がかかるというアドモン。で、まあ、パークは、もういつも通りのフレディですね。フレディの恋パーク3つと、ノーワン。ということで、
やってまいりました、それではご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。